こちらの童貞を殺すニットに着替えていきたいと思います。そして今つけてる下着も紹介していくので、よかったら見ていってください。では先に下着紹介していきます。今日の下着はこんな感じです。青色のレースなんですけど、ちょっと青色ってゆい履くの珍しくて、これでもソーレースになっていて、すごいちょっぴりセクシーなデザインになっていますね。こんな感じです。では上も紹介していきます。上はこんな感じです。下とお揃いの色なんですけど、こちらも全部レースになっているんですよね。すごくシンプルなデザインですけど、すごい色が綺麗なデザインです。こんな感じです。では童貞を殺すニットに着替えていきたいと思います。今日はこんな感じで童貞を殺すニットに着替えてみました。どうでしたか？よかったらコメント欄で教えてください。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録お願いします。ゆいの秘密の動画がコメント欄から見れるので、よかったらそちらも覗いてみてください。今日はありがとうございます。ゆいでした。